はい、こんにちは、勝又博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら、ウルトラマンワールド M78 オフィシャルショップということで、じゃーん、これ限定商品です。こちらウルトラチャーム変身アイテム全10種類ボリューム1ということで、本品は2008年発売ウルトラチャームの復刻アイテム星マークが含まれておりますということで、ビクトリーランサー X デバイザー銀河スパークマックススパークオーブリングは、もともとないやつですね。星がついてるのが再販ということになります。はい。で、全10種類なんですけども、いずれか1個が入ってますと書いてあって、これワンボックス10個入ってるんですが、ちょっとね、揃うかどうか不安だったので、で、ましてね、限定なので本当に静岡県、僕の住んでる静岡県にはこれ売ってる場所が一つもないので、東京行かないとね、これ買えないということで、2ボックス買ってきました。で、店舗の方には、結構な在庫がありましてですね、全然電話で確認して、複数買いしても大丈夫ですかということを確認したら、全然大丈夫ですと。まだまだたくさんあるので、ぜひ、みたいな感じで言われたので、買ってきました。ということで、ちょっとね、綺麗に開けたくなっちゃったんで、ちょっと店員気質がやっぱここで出ちゃうというね。いやー、でもね、このウルトラチャームってのがいいよね。まあちょっと今これ側綺麗に向いて開けてみたいと思います。さあ、それでは2ボックス開けていきたいと思います。いいね、チャームっぽい音がしてます。箱ワンボックス確認していきますと、ウルトラチャームボリューム1全10種類と書いてあって、側面にもう種類がいっぱい書いてあって、ほら、ここにね、M78 ショップって書いてあって、限定なんですよね、本当に。で、裏に、値段と、バーコード入ってますね。550円税別ということで、約600円でございます。はい。変身アイテム。さあ、それでは開けていきましょう。今一番こっちにあったやつね。パカ。綺麗に開けれないな、これ。うわ、本当にこれだけだ。じゃーん、イェーイ、めっちゃ綺麗じゃん。太郎だ。ウルトラバッチ。ハロー。しかも、この、ジップロック。ジップロック式で入ってるのが、ちょっとね、ジップロック式はね、この手袋ではすごい開けづらいんですけど、まあいいや。とりあえずこれ1個ゲット。次。これ本当に開けづらい。よし。被るな。被るな。よっしゃ、オーブリング。なんかこれ、水晶かな？なんかが、これもそうだけど、ちょっとそれっぽいようなね、もの入ってるような気がしますね。オーブリングです。よし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 。いいね。あと、ちゃんと見ていきますよ。次。ジャギン。おぉ！やばい！リーフラッシャーやばい！めっちゃいいじゃん。でもちょっと違うな。なんかちょっと違う感じ出てんな、顔が。これリーフラッシャーだよね。なんか疑うぐらいのちょっと顔つきになってますね。これちょっと違うんじゃない？大丈夫これ？なんか絵と違うような、まあ実際の商品異なるって書いてあるから、まあしょうがないね。さあ次。ジャギン。うわぁ !X! いいね。ちゃんと X 入ってます。しゃあ次。おベータカプセル。これは普通ですね。何にもない。色のアクセントもないですね。ボタンのとことかちょっとあってもいいかなって思ったんですけど。やばい、全部揃いそう、普通に。開けなくていい感じかな、これ。もしかして、もう一個は。じゃん。きたー。かぶんないね。これがウルトラブレスレット。かぶりそうにないぞ。普通に。かぶんなかったら開けなくていいや。じゃん。おし！スパークレンス。スパークレンスは真ん中の部分になんか石とかはついてないですね。普通にそのまんまです。これ被んねえな、絶対。もう安心して開けられるわ。来たー！銀河スパーク。いいねー。ダーク、銀河のダークのやつみたい。次。来た、マックススパーク。じゃん。被らない。最後、ビクトリーランサーだ。イエーイ。かぶらず、終了。優しい。つぶらやさん優しい、マジで。よかった、かぶんなくて。じゃあ、これはね、取っときますわ。これはつぶらやさん優しい、本当に。
全部これ揃いましたよ。ではじゃあベータカプセルから見ていこうか。まさかこんな良心的だとは。まあ1個600円もしますからね。はい、こんな感じです。いいね、重みがあっていいですよ、マジで。で、ここ普通のね、簡単に止めれるやつ。これちょっとおしゃれだな、本当に。エクスデバイザー、いいね。エクスちゃんとなってますよ。うん、後ろはこんな感じですね。よくある感じです。さあ、リーフラッシャー、これもう2ね、ボリューム2出ますから、来年の3月ですかね、確か。2018年3月だかに発売予定ということで。こちらが。リーフラッシュはこのね、水晶部分、てか水晶っていうか、ちょっと透明なクリアパーツ部分めちゃくちゃいいですね。顔はなんかちょっと笑っててなんか面白いんですけど、でも裏までしっかり彫られておりおってめちゃくちゃいい感じです。はい。スパークレンス行こう、じゃあ。これもめちゃくちゃ綺麗。これはすごいいいですね。うん、スパークレンス、そしてマックススパーク、じゃん。あ、マックススパーク軽いと思ったら裏がこんな感じになってましたね。エクスデバイザーと一緒だ。おお、じゃん。マックス、マックス、マックス、ウルトラマンマックス、じゃん。銀河スパーク、銀河の彼方。あ、銀河スパークは下についてる。今まで全部上についてたんですけど、下についてますね。リードできるようにだ、シャキンつってすごい。裏と表ちゃんとしっかり分かれてますね。今にも本当動きそうですよね。顔の部分もしっかり、肉眼で見るとね、かなりしっかりなってます。ビクトリーラサー、うわー、ビクトリー、これビクトリー重たい。一番重量ある、多分この中で多分一番重量あるわ。めちゃめちゃ重たい。いいね、ビクトリー、これいいよ。すごい作り細かい。一瞬横から見るとなんかね、ボウガンみたいな感じに見えますよね、鉄砲オーブ、オーブリング、じゃーん。オーブリングはなんかちょっとこれ絡まりやすいな。ジャキン、綺麗、いいね。でもこの丸のね、リングの部分がちょっとやっぱ剥げちゃってますね、若干。うん、これ気をつけないと擦れちゃいますね。ウルトラリング、ウルトラブレスレット、これはなんかあれにそっくりだぞ。ガチャガチャの300円のダイキャストリングに。ジャキン。色ついたら全くそのまんまって感じがしますね。うん。さあ最後、ウルトラバッチ。これ一番いいな。これ一番いいですよ、本当に。やっぱアクセントがね、しっかりあって、これいいよマジで。このね、全10種類だったら一番本当にウルトラバッチがいいですね。ちょっとじゃあ近くで見てみましょうか。10種類こんな感じ。うん、スパークレンスいいよ、いいよ。これやっぱ一番こうシャープでおしゃれですね。どこにつけるかっていうのがポイントになってくるかもしれないですね、こういうアイテムはね。はい、ということで今日ご紹介したのはこちら、ウルトラチャーム変身アイテム全10種類でした。本当にね、調べてお電話して買いに行った方がいいと思います。それではまた明日。